今回は元サッカー日本代表で現在も現役選手の川澄奈穂美さんをご紹介します。川澄さんは1985年9月23日長崎県長崎市生まれ、神奈川県大和市育ちのサッカー選手です。身長157センチ、体重51キロ、スリーサイズは非公開のようですが比較的細身のタイプで、バストは推定 A から B カップではないかと思います。体脂肪率は一桁台をキープしているようで、無駄のない筋肉質な体でアスリートとしての肉体にはかねてから定評がありますね。川澄さんは名字の通り澄んだ瞳がとても素敵で、やや東洋的な雰囲気も漂う可愛い系の美女アスリートです。長めの前髪から覗くつぶらな瞳が可愛らしく、ややボーイッシュなイメージもある川澄さんは明るくて元気な妹タイプの女の子という印象があります。明るい性格にもかかわらず恋愛はゴールキーパータイプと語り、奥手でリードされたいタイプだという川澄さんは、唇がセクシーで潤んだパール系のリップがよく似合う、抱きしめたくなるような不思議な魅力がありますね。私服もおしゃれで、ストリート系アイテムと女の子らしいアイテムの組み合わせが絶妙で、原宿や下北沢でデートしたい雰囲気です。実はやや大きめのヒップが女性らしくセクシーな隠れたチャームポイントを持った川澄さんですが、そういったことを上回るような表情や仕草、雰囲気から感じられる可愛らしさや明るさが抜群で、とあるアンケートでは結婚したいなでしこ選手ナンバーワンでした。この結果なんとなくわかる気がしますね。芸能的な写真集などのリリースはありませんが、雑誌ナンバーのウェブ版では筋肉の鍛え方特集が組まれ、タンクトップ姿でトレーニングを披露、胸元が見えるカットなどもあり、見どころ満載です。そんな川澄さん、3歳上の姉の影響もあって小学校2年生の頃にサッカーを始め、小6の頃には日本一を経験します。その後は大和シルフィードに所属し、高校では部活とクラブを掛け持ち、日本体育大学に進学し、ユニバーシアード大会での活躍などで実績を積み、アイナック神戸に移籍し活躍します。その後は日本代表に定着し、2011年のワールドカップでは準決勝で2ゴールを挙げるなどの活躍で世界一に貢献し、一気にワールドクラスに駆け上がります。この頃からテレビなどへの露出も増え、可愛さにも磨きがかかった印象がありますね。その後は複数の海外のクラブなどで実績を上げ、現在でも現役として活躍の機会を求めているアグレッシブさには脱帽です。楽しそうに攻撃に参加するというプレースタイルの川澄さん、今後もアグレッシブに活躍してほしいですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。